ピットフーイは、かつて同じ族に分類されていた、ニューギニア島固有の鳥類六種を指す。ピットフーイの名は鳴き声に由来する。1990年には、このうちの一種ズグロモリモズが有毒であることが、シカゴ大学において発見され、世界初の有毒鳥類と認定された。その後、同族のうち五種が毒を持つことが判明した。これにより、 ピトフーイの名は有毒鳥類の代名詞として知られるようになったが、その後に分類が見直され、これら6種は2017年現在では別の科属に分類されている。また、2000年にはやはり、ニューギニア固有の別属で一属一種のズワオチメドリに、ピトフーイに類似した構造を有する毒性分が発見され、2013年に代わりリモズの分類が見直されて2種増えた上、 ニューギニアとオーストラリアにまたがり分布する、茶色モズツグミの標本からも毒性が発見されたので、2017年現在では、有毒鳥類はピトフイに限らなくなり、種数も増えた。かつてピトフイ属には、上記六種に、モリモズピトフイテネーブロサを加えた七種が含まれ、モリモズ属と呼ばれていた。しかしすぐに、モリモズモーニングバードはピトフイ属でなく、 モズツグミ属コロラシンクルへ分類するのが適当では、ないかといった説が有力になり、やがて学名はコロラシンクルテネーブロサと記されるようになった。また、学者によっては、この書をマリコルスツへ分類するなど、その扱いはまちまちであった。2013年になり、モリモズモーニングバードは、実話族の異なる2種からなることがわかり、それを機にモズヒタキ属パケセフィラに分類され、 学名は、パケセフィラテネーブロサとなった。この時、新たに分離された別種が、モリモズモーニングバードに当てられていた、学名コロラシンクルテネーブロサを引き継ぎ、この別種の英名は、スートシュライクスラッシュとされた。このような経緯から、標準和名のモリモズは、モーニングバード、スートシュライクスラッシュどちらに用いるのにも、不適当となり、宙に浮いた状態となっている。 もっとも、どちらの種も2017年現在においては、ピトフイ属ではないので、ピトフイ属を、モリモズ属と呼ぶのは、不適切である。モリモズを除いた六種は引き続きモズヒタキカピトフイ属に残された。しかし、これらも、また多系統であるとされ、改めて四属に分類し直された。2017年現在、これらは、カラス状家内の参加に分散している。 最も毒性が強いカワリモリモズとツグロモリモズがコーラウグイスカに移されたピトフイ属の模式種はカワリモリモズなのでピトフイの属名はこの種を含むピトフイ属が受け継いだ。その後2013年にカワリモリモズピトフイ・キルセファラスの分類が見直され新たにピトフイ・サービニバントリスとピトフイ・ユーロピジアリスの2種が追加された。2017年現在では 以下の4種が、ピトフイ属ピトフイに含まれる。モズヒタキカに残されたスーダイレクト属は、モズツグミ属コロラシンクルに近縁であり、モズツグミ属に含める説もある。同じく、モズヒタキカに残されたクロモリモズはそれらとは、系統的に離れており、別属とされた。カンムリモリモズは、モズヒタキカの他の2属とともに進化のカンムリモズビタキ、カに分離された。ピトフイは、 鮮やかな配色をした雑色性の鳥である。特にズグロモリモズの腹部は鮮やかなレンガ色で頭部は黒い。これはよく目立つ配色であり、渓谷色だと考えられる。代わりモリモズには多くの異なった姿のものがあり、羽毛のパターンの違いで全部で20の足に分けられていた。そのうちに亜種はズグロモリモズによく似ており、ベーツ型擬態の一例となっている。 いくつかの種、特に、カワリモリもずとズグロモリもモずの筋肉や羽毛には、強力な神経毒ステロイド系アルカロイドのホモバトラコトキシンが含まれている。これは、ピトフウイから発見される以前は、ヤドクガエルカ吹き上がえる属フィロベッツの皮膚からのみ、見つかっていた。この毒は寄生虫や、蛇、猛禽類、人間からの防衛に役立っていると考えられている。ピトフウイは、 自分自身では、バトラコとキシンを生成しないので、おそらくは、ピトフ衣イが捕食する、上階モドキカメディライデーのチョレシネ属工虫由来で、あると考えられる。なお、胸フモりモズは、ピトフ衣イ6種の中で唯一、無毒である。ありがとうございます。